セガケシ。あれ、カリパン、キッドと一緒に超発明家になってやるぜ。きっと今すっごい夢見ちゃったよ。オイラが A 級ライセンスもらってさ、ロボットバトルですっげー活躍するんだぜ。もちろんキッドもちょっとだけ出てきてたから安心しろよ。何言ってるんですか、カリパンは。今日は初めて免許 C級はじめの一本の C級ライセンスが発行される大事な日なのに、のんきに夢なんか見ちゃって。準備はできてるんですか。相変わらずうるさいな、キッドは。これじゃ発明家を助けるインターフェースロボットじゃなくて、お説教ロボットだよ。何を言ってるんですか。キッドはシュウ博士が作ったコアにカリパンがボディをつけたんですから。博士からもカリパンが間違った道に進まないようにって言われてるんですから、厳しいのは当然です。はいはい、もちろん昨日のうちに申請書を送っておいたよ。安心しろよ、完璧さ、きっと。今日からオイラも発明家の仲間入りだぜ。 A 級ライセンスを目指して頑張るぞ。はいです。なあ、カニパンくんだね。C 級ライセンス発行だと。君、誕生日のところが抜けてるじゃないか。これじゃライセンスは発行できないよ。すぐに誕生日を入力してくれたまえ。カニパン、こんなこともあるさ。それではただいまより、カニパン君を発明家として認定し、 C 級ライセンスを発行します。分かっていると思いますが、発明家にとってみんなのために便利で役に立つものを作るのが使命です。これからはインターフェースロボットのキッド君を通して、発明家としてのカニパン君の行動がいつも報告されます。そこで経験を積み重ねることでレベルアップが認められ、自動的にライセンスが書き換えられます。以上でライセンスの発行手続きを終わります。頑張ってください。やったやった、 A 級ライセンス目指して頑張ろうぜ、きっと。浮かれてる場合じゃないでしょ、カニパン。ライセンスっていうのは発明マシンを使うために必要なものなんですから。まだまだ一人前どころかスタートラインについたばかりです。
るよきっと。まったく、インターフェースロボットのくせにうっせんだから。確か今日は発明家ライセンスが発行される日じゃなかったかな。それでライセンスはもらえたのか。当たり前さ。ねえ、これからはおいらも一人で発明マシンを触ってもいいんだろ。おー、そうじゃ。これでカニパンも発明家の仲間入りじゃ。今日からはわしの助けなど当てにせずに発明していかねばならんぞ。もう一度発明の基本を教えておくから忘れないようにな。まずは発明の基本中の基本、ひらめきじゃ。ひらめきがないと発明ができないと言ってもよいくらい大事なものじゃ。何を作ったらよいか、どうやって作ったらよいかなど発明のヒントとも言えるものじゃな。いろんな人の話を聞いたり本を読んだりしてひらめきを探すことが大切なんじゃよ。ひらめいたことはバイザーのひらめきリストに自動的に記録される。緑色の Y ボタンを押してバイザーを下ろしたらアイコンでひらめきを選べばいつでもひらめきリストが確認できるんじゃ。ここまではわかったか、カニパン。まずは発明の基本中の基本、ひらめき。ひらめきがない何を作る。いろんな人のひらめいて、緑色の Y ボタンを押してバイザーを下ろしたら。ここまではわかったか、カニパン。今話したひらめきと材料があれば発明をすることができるんじゃが、もしも失敗してしまったら時間や材料が無駄になってしまうかもしれんじゃろ。そんな時のためにキッドがうまくいくかどうかを調べてくれる。それがシミュレーションじゃ。シミュレーションのやり方は
さっき教えたように Y ボタンでバイザーを下ろしてひらめきリストを開くんじゃ。そして実験したいアイテムを選んで赤色の A ボタンを押せばシミュレーションが始まるんじゃ。集めたひらめきをもとに材料と工程を選ぶとキットが成功するか失敗するかを計算してくれるじゃろ。ただしこの結果はあくまでも計算上でのことじゃ。判定が外れることがあるのを忘れずにな。どうじゃカニッパン、ここまでは覚えたか。さあいよいよ発明マシンの使い方を教えようかの。発明マシンはどこにでもあるというものではないし、その発明マシンによって使える工程も違うのじゃ。どこの発明マシンではどの工程が使えるかを覚えておくようにな。発明をするには発明マシンの前に立って A ボタンを押すと発明マシンが起動するんじゃ。そしてアイテム作成を選ぶと発明画面に切り替わり、実際にアイテムを作ることができるんじゃよ。わかったかな。発明の仕方も覚えたようじゃから、実際に何か作ってみんか。漁師のシーバスさんにみるみるスコープを作ってほしいと頼まれていたところじゃから、ちょうどよかろう。最初だから特別にひらめきもプレゼントじゃ。みるみるスコープの作り方はレンズとべっ甲を組み立てるんじゃ。ひらめいてきたじゃろう。ひらめいた。これがひらめきというものじゃ。さあさっき教えた通りバイザーでひらめきを確認してシミュレーションで実験をしてから発明マシンで作ってみるんじゃ。
ースペースの発明マシンへようこそ。私はこのサイバースペースで皆さんのお手伝いをするガイドロボットのマリオ。どうぞよろしく。いや、さっき CQ ライセンスを発行してあげたカニパン君じゃないか。早速発明をするのかい？結構結構。ところでこの発明マシンでは発明品を作るだけではなく、他にもいろんなことができるんだ。よく聞いておくように。まずはセーブ機能。CQ ライセンスへの道は遠いぞ。こまめにセーブしながら頑張るように。ロボットを新しく作ったり、装備の変更や修理をする機能。そして、今シュー博士に教えてもらったアイテム作成機能。実際に発明品を作ることができるんだ。最近発明家を目指す新人が少ないもんで、つい話が長くなってしまった。それじゃあ、カニパン君、この発明マシンで何をするか選んでくれたまえ。